はい、どうもこんにちは、寺井です。本日はですね、バイマーを始めるなら断然サラリーマンの人がおすすめ、辞める前に初めてというお話させていただけたらと思います。サラリーマンの方の中にはですね、この副業して本業以外に稼いでいきたいと思われている方だったりとか、あるいはですね、この本業以上に稼いでも脱サラしちゃいたいと思っている方いらっしゃるかなというふうに思います。今回ですね、そんなサラリーマンの方におすすめさせていただきたいビジネスであるですね、このバイマーについてお話させていただけたらと思います。僕は普段ですね、このバイマ物販の先生をしており、 YouTube で初心者の方向けに解説動画の方を投稿させていただいております。バイマの始め方だったりとか収益を増やす方法、こちら解説させていただいておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。またですね、個別相談の方も実施させていただいておりますので、概要欄の LINE アットの方ですね、お友達追加の方もよろしくお願いします。突然なんですけれども、皆さんはこのブルネイという国をご存知でしょうか。これ初めて聞いたよ、そんな国あるんだと思われた方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、ね、東南アジアのですね、ボルネオ島という島の中の一部でですね、周りがもう全部マレーシアと海に囲まれているといったね、小さな国になります。大きさとしてはですね、この三重県と同じぐらいの、ね、大きさでですね、日本からの直行便、ブルネイの直行便もないしですね、このね、絶対このマレーシアとか、このシンガポールからこのトランジットしていかなきゃいけないというね、こういったレアな国なんですけれども、気候もね、すごい暖かくてですね、いい国だと聞いたのでですね、僕は以前ね、旅行で旅でね、行ったことがあるんですけれども、行ってみるとね、非常にこのね、食事も美味しくて、このね、ブルネイの人もね、いい人ばっかりだったのでですね、すごく思い出に残っております。このブルネイなんですけども、なんとですね、このブルネイの国民だからというね、肩書きだけでですね、なんと教育費、医療費、所得税が無料、あとですね、大学を卒業すると家と土地がね、無料でね、政府からもらうことができるね、非常にね、羨ましいなというようなね、そういった制度があります。もしね、こういったね、肩書きだけでですね、自分にとってこういった有利な権利みたいなものがあればですね、その属性は思う存分使っていきたいですよね。今回はですね、このサラリーマンだからという肩書きだけでですね、有利になるこのバイマとその理由についてですね、お話しさせていただけたらと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。今回はですね、バイマを始めるなら断然サラリーマンの人がおすすめである理由について3つですね、お話しさせていただけたらと思います。ではね、早速お話しさせていただけたらと思います。1点目ですね、クレジットカードを作りやすいになります。バイマではですね、この買い付けを行っていく中でですね、このクレジットカードのね、予診枠っていうのはですね、このね、フル活用していくんですけれども、そのね、バイマのカード枠の上限をですね、サラリーマンという肩書きだけでですね、高額に設定していくことができます。またですね、この枚数も複数枚ね、作ることができます。目安としてなんですけれども、大体年収300万円ぐらいの人で、100万円のカード枠を作ることができます。これだけあればですね、ある程度仕入れだったりとか、必要経費、こういったものは賄えそうですよね。これはですね、個人事業主とかフリーランス、こういったね、自分で仕事していくよって人だったりとか、あとは主婦とかね、こういった属性の方は、絶対に作れない予診枠になりますので、サラリーマンの特権と言えるでしょう。1点目、クレジットカードを作りやすいになります。続きましてですね、2点目の内容になります。2点目としてはですね、規則的な生活になりやすいという点があります。規則的に生活してるよ。朝起きて、夜帰って、そこから夜過ごすと。これ当たり前だろうと思われる方ね、多いかなと思うんですけれども、その当たり前が、非常にね、素晴らしいことだというところですね。これはですね、良くも悪くもですね、この会社への出勤があるためですね、一部の夜勤専門職の方はね、例外になってしまうんですけども、多くはですね、朝何時に起きて、夜何時に寝るというサイクルがですね、あらかじめ決まっていますよね。その中でですね、お客様、このね、場合もお客様がいるわけなんですけれども、このね、お客様と同じライフスタイルを送っていくことができる中でですね、仕事終わりのお客様がアクセスが多い時間帯に自分も活動できたりとかですね、お昼休みの時間帯に、お客様が見ているであろうこの時間帯に自分も活動できたりしてですね、有利にビジネスをスタートすることができます。自分はそんな縛りがなくても大丈夫と思われる方多いかなと思うんですけれども、人間とはですね、やはりこの縛りがなくなるとね、自分でコントロールしていくというのがね、実はかなり難しいものでですね、この生活リズムが乱れていくとですね、時にこのビジネスに悪い影響が出てしまうことがあります。バイマはですね、スタートアップの時期に自分がやってきたことはですね、後々外注化できですね、あまり自分が関わらなくてもサイクルが回って利益が出ていくという状況を最終的には作ることができるんですけれども、まずやはり初めはこの土台作りはですね、自分でやらなければなりません。ね、お客様のね、活動時間に合わせて、有利にビジネスをね、スタート進めていくことができるという点でですね、このサラリーマンという規則的な時間帯で活動できるということはですね、一つのアドバンテージになるでしょう。二つ目の有利な点としましてはですね、規則的な生活になりやすいという点になります。
ではですね、最後3つ目の内容になりますが、融資を受けやすいという内容になります。これね、ビジネスのスタートアップの時にこのお金を借り入れて、それをね運転資金に回していくってことよくあるかなと思うんですけれども、このね、お金を借りる、つまりは融資を受けるというとですね、まあ、先に思い浮かぶ候補としてはですね、銀行のカードローンがあるかなと思うんですけれども、これもですね、サラリーマンという肩書きだけでめちゃめちゃ通りやすいです。例えばですね、勤続3年以上、年収350万円、みずほ銀行のカードローンに申し込み、こういったね、条件でね、この借り入れ、申請を行うとですね、まあ、大体この条件だと100万円から150万円の現金を借り入れることはできます。年利はですね、まあ、14% 程度ですので、まあ、月々、まあ、割る10にすると、まあ、大体、1ヶ月で 1% と少しぐらいになります。またですね、この月々の、負担もこの分割払いもできますので、かなり軽減することもできますね。これね、1週間から2週間ぐらいで、こういった銀行のカードローンは、審査が通るのでですね、まあ、カードと同様非常にお手軽と言えますね。このカードローンの、ね、申請の時はですね、このどの用途で行くのかとか、どのように、職員に対応するのがベストかとかですね、こういったね、細かいところがねあるんですけれども、まあね、この気になる方は LINE アットね、ご連絡いただけたらと思うんですけども、このね、サラリーマンっていう肩書きだけで、まあ、大体通ります。クレジットカードに加えてですね、銀行のカードローンでもですね、この現金を借り入れていくことによって貸付資金にね、充てることができますので、倍まで利益を上げていくことができます。一方ですね、この個人事業主とかフリーランスだとですね、この実績がね、ちゃんと稼げているかなというところで、しっかりとこの銀行から見られたりとかですね、会社員ではない、自分で仕事をやっているというね、この信用の問題からですね、このサラリーマンで同じ水準の給料の人、同じ勤続年数の人とですね、この融資を受けるとき同額を借り入れないという場合がほとんどです。これはまさにですね、サラリーマンという肩書きだけでですね、有利であるという点であると言えるでしょう。三つ目の利点としまして、融資を受けやすいという点になります。僕もですね、この会社員時代に、サラリーマン時代にですね、本格的にね、このバイマンをスタートしてから、3ヶ月目で月収でいうと28万円、稼げるようになりました。確かにですね、このね、本業の傍ら忙しい日々だったんですけれども、まあ今思い返すと非常に懐かしくてですね、このビジネスという新しいチャレンジにね、毎日、キラキラしてたかなというふうに思います。まあ、大人になってもですね、やはり新しいことにチャレンジするということは素晴らしいことですよね。まあ、人それぞれね、こういった価値観っていうのはあるかなと思うんですけれども、確かなものを積み上げて自分で仕事をした分が給料になるんで、こういったね、働き方がね、いいなと思う方は非常に楽しいと思うと思います。僕自身もですね、非常に楽しいことと感じております。僕もですね、このバイマンのスタートはサラリーマン時代からでした。もしね、このサラリーマンの方でこのバイマンをチャレンジしてみたいと思われる方がいましたらですね、まあ、ぜひチャレンジしてみていただけたらと思います。で、最後まとめさせていただきます。今回ですね、バイマンを始めるならサラリーマンが断然おすすめである理由3つお話しさせていただきました。1点目、サラリーマンだとクレジットカードを作りやすい。2点目、サラリーマンだと規則的な生活になりやすい。3点目、サラリーマンだと融資を受けやすいという内容になります。こちら参考にしていただけたらと思います。はい、では最後まで見ていただきありがとうございます。動画のコメント欄ではですね、動画の内容にしてほしい内容を募集させていただいております。ぜひコメント欄にコメントしていただけたら嬉しく思います。また概要欄にはですね、過去私が教えてきた生徒さんへのインタビュー動画だったりとか、倍まで稼ぐための方法を解説させていただいた動画載せているのでですね、ぜひそちらも合わせてご覧いただけたらと思います。それではですね、今後もこのようなバイマに関する投稿をしてまいりますので、この動画いいねと思った方はですね、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いできたらと思います。それでは今回動画はこちらで終わりとなります。最後まで見ていただきありがとうございました。失礼させていただきます。